秀吉の後に肉マッチョができてやがった。肉マッチョみたいだよ。だけどその先にあるそば店が気になる。浜ちゃん行くかな。そば店よろしくお願いします。皆さんこんにちは、ウォーキング野郎です。晴れの国岡山の日にやりたい企画があるんです。晴れは立ってます。実は先日コミュニティの方に投稿したんですけど、それがこちら。いよいよファジアーノの開幕戦が近づいてきた。さあ開幕戦に向けて何しようかな。本来ならばいつもは自分のファジロードを歩くんですけど、せっかくなので今回はこちら駅前からのメインの方をファジロード、車なんですけど、自分が電車で来た時の西口メインファジロードを歩いてみようと思います。っていうか車なんですけど、2024岡山駅西口からのファジロードスタートです。左手を見ていただけるとお店もたくさんありますけど、ここの歩道をテクテクと歩いて行ってください。もしくはバス停でバスに乗ってください。自動車で来た方はこの辺りから直進ルートと左折ルートに分かれるので気をつけておかなきゃいけないです。もう直進ルートの方へ入ります。ここです。気をつけてください。そしてしばらく走っていくと左手にファジスクエア、ファジアーノ岡山のこちらです。サッカーボールの屋根がこちらです。ファジアーノグッズが売ってます。話変わりますけど、ラーメンとうどんだったらどっちが好きですか？うどんが好きっていう方結構いるのかな？うどん派の方はよかったらコメントくださいね。そして左手ブっていう看板が見えてきたら、ぶっかけの古市さん、こちらです。時々うどん食べに来てますね。うまいんだぶっかけが。いよいよファジアーノ開幕なんですよね。専門的なことが何も言えないので、戦術とか選手がどうとか、もう応援するだけなんですよね。僕はファジフーズも大好きだし。こちらです。Cスタジアム、綺麗ですね。もうすぐ開幕、あとは天気がどうなるかですね。せっかくなんで晴れたらいいな。車で来た方はこちらから入れたらラッキーですけど、なかなか入れません。いつもカロですよ。カロ頑張れ。
出るね、出るね。マジか。最後までご視聴ありがとうございました。ファジアーノが大好きな方はよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは勝ち始め出して会える日楽しみにしてます。